マッキ MC72 の EN、フィアット AS6 エンジン。非常に長大なレイアウトのため、V24 を搭載できる乗り物は極めて限定される V 型24機等は、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、24個のシリンダーが V 字型に配置されている形式である。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて述べる。V24 と略される。 この形式は V 型12気筒を縦方向に2台並べて製作されることも多く、その結果非常に長いエンジンになる。その性質上、超大型トラックやディーゼル機関車などに採用される以外には利用例が少ない。V 型24気筒エンジンの蒸気以外の数少ない採用例としてイタリアの航空機メーカーであるアレーニアエルマッキが 最高速度競技用水蒸気として1933年に開発したマ末期 MC72 が V 型12気筒の EN-FIAT-AS5 を直列に並べてクランクシャフトを連結した EN-FIAT-AS6 を採用した事例がある。マ末期 MC72 は設計者の意図通り最高速度の世界記録を樹立し EN-FIAT-AS6 は 一応の成功を収めたが、右の写真の通り極めて巨大なエンジンであったために、軍用機にこのようなエンジンが採用されることはなかった。軍用機においては、同じ V 型12気筒を上下に重ね合わせる X 型エンジンの研究が進められ、いくつかの大型機で X 型24気筒が採用された。ハインケル HE177 の DB610 エンジン。 二機の V12 エンジンが並列に連結されている。また、ドイツの航空機メーカーであるハインケルは、A 爆撃機計画と呼ばれる、大型爆撃機開発計画において、当立、V 型12機等の DB601 を、U 型エンジンや、H 型エンジンのように30度の角度で二機並列に、連結した、並列式、V 型24機等ともいえる DB606 を、 開発。このエンジンを搭載した大型総発爆撃機のハインケル HE177 が正式採用に至ったが DB606 は油脂系統の熱対策や連結ギアボックスの耐久性に大きな問題を抱えており、ダイムラーベンツ DB605 に期連結した改良型の DB610 エンジン投入後も HE177 は当初期待された。 連合国側の大型4発爆撃機に被験する活躍を行うことはついにできなかった。ありがとうございます。